皆様本日はお忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございました。定刻になりましたので情報知識学会年次大会記念シンポジウム科学技術コモンズと情報知識学部の挑戦を始めさせていただきたいと思います。はじめに東京大学岩田修一教授より科学技術コモンズの構築に向けてということでご挨拶いただきます。岩田先生どうぞよろしくお願いいたします。東京大学の岩田でございます。梶川さんに全て準備していただいて私がこれから付け加えるようなことはあまりありませんが、その若干そのこのコモンズ特に科学技術コモンズに関する思いを最初に述べさせていただいて、このパネルの最後は、シュプレヒコールで、悔しめたという議論を先ほどしてございました。それで奈良遷都1300年で、奈良の森が多分できたんだろうと思いますし、その京都も大体1200年ぐらいかけてあの森ができてるんだろうと。で一方その、ドイツのシュバルツバルトに関してはその森がをもう一回再構築するのにやっぱり200年から300年かかって今美しい森ができてるんだろうというふうに思っております。それはいろんな専門家 の意見はそんなことになっておりますが、それではその実際の木ではなくて知的な森はどういうふうにできるか。この東京大学は130年かけて、それなりの仕事をしてきたと思いますし、期待通りの仕事ができなかったようなところもあるかと思います。でこの科学技術コモンズというのはやはりその地の森をどういうふうにこれからデザインしていくかで、そのシュバルツバルトの場合も黒の森の場合も200年の先を見てデザインしたと。で明治神宮の場合もやっぱり100年先の森の姿を見てデザインしたということで、やはりこの知的な体系のその集合をどんなふうにデザインするかということで、これは非常にこれから考えなきゃいけない問題ですし、その、天然資源が非常に少ない、日本にとって地の森をどう構築化するかということがまさに一番大切な、この今後 その国家の存続に関わるような大事な問題でございますので、ぜひいろんな立場で本日 その議論を出発点にして本格的なその科学技術コモンズ の構築に向けて皆さん その意思をこうまとめ上げていくようなそういう機会になれたらというふうに思います。でコモンズというのは非常にその、最近よく使われるようになったんですが、1960年代70年代ぐらいにそのエコロジーの関係者とか経済の関係者がコモンズというのを使い始めまして、その後そのコモンズという言葉そのものはその前からあったわけなんですが、その実体的な公園とかあるいは地域から知的なコンテンツを持ったその集合に対してそのコモンズというふうに言うようになったのはまさにそのバイオ系の情報の爆発が1980年代後半から90年代にかけて起ころうとしてきたときにそのコモンズに対するある種のフォーカスが当たり始めたというところがあるかと思います。それで、そういう時にですね、その物理的な例えばその公園というようなところのコモンズと、それから情報というようなところに関する、この場合は科学技術コモンズというまさに情報の集合ですが、それに対するそのコモンズの定義の仕方っていうのは非常に違ってまして、おそらくその科学技術コモンズの場合は、その物理的な位置関係を示すもの、示すため の、指標としてはその例えばその、距離に関する標準とかそういうのがあったんだろうと思うんですが、その科学技術コモンズの場合と特に知識 の集合に対する指標としてはその非常にその緻密な概念構築とか言語の準備とかさらにはその、個々のデータを記述するためのメタデータとかさらにそのそれをディーリングするというか、それをこう扱うための法的規制から法的約束、それから その、それを使った場合のリターンをどういうふうに次の価値につなぐか、というそのビジネスモデルというのはそういう格好でその非常にダイナミックにその、
このまさに知的コンテンツをどう生かしていくかということはその非常にホットな話題になってございまして、これはその2003年と2005年に国連情報社会サミットと一緒にホットなトピックスになって、私どもグローバルインフォメーションコモンズフォーサイエンスイニシアティブというのを提案して発表させていただいたんですが、それが、そういうその議論の経緯を踏まえて US アカデミーズでそういった方向性への重要性が、認識され、先月ここにも書きましたが、そのオープンガバメントとかeガバメントとかそういった文脈の中で、その米国でも科学技術情報をに基づいたそのしっかりした意思決定を、政府としてもすべきだというそういう方向に動いてございますので、現在の日本はその、メディア系のいろんな情報に右往左往してその、ある意味で横差別してしながらその迷ってしまうというそういう状況がその、続いておりますが、こういう時こそ科学技術関係者がしっかりしたデータ情報を社会に対して提供して、社会がより適正な方向に舵を切っていけるような、そういう役割が私どもにはあるかと思いますので、そのための基礎として何が必要か、これは公園についてコモンズにする場合と知的資源についてコモンズにする場合とその似ておりますが、そこのところに非常に概念的なしっかりした作業を必要としますので、そういったことを考えながら各その本日は素晴らしい先生方にこれからご講演いただくわけなんですが、それぞれの先生方のご意見を拝聴しながら、それぞれが自分がこれからコモンズを作ることに対してコミットするときに何をしなければいけないかって、そんなことを考える午後にしたいと思いますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。これで私が与えられました10分を大体消費しましたので、次のご講演に移らさせていただきます。